ラミユキは日本の陸上競技選手。専門は中距離走長距離走マラソン。鹿児島市立鹿児島女子高等学校卒業。鹿児島女校2年時の2013年1月に行われた全国女子駅伝では、鹿児島県代表として1区にエントリー。2位の小原玲に11秒差をつけて、区間賞を獲得。優秀選手にも選出された。なお、 この時の19分00秒というタイムは、長山育美と並ぶ、区間歴代2位体である。2015年7月に行われた、北連ディスタンスチャレンジ北見大会女子5000メートルで15分21秒、40で2位に入りリオデジャネイロオリンピック女子5000メートル、参加標準記録を突破。さらに2016年6月に行われた第100回日本。 陸上競技選手権大会同士牧で15分33秒49で5位に入った。この結果をもって、リオデジャネイロ五輪女子5000メートル日本代表選手に初選出された。2016年8月16日に行われたリオ五輪陸上女子5000メートル予選第一組で7着に入り、記録により決勝へ進出した。2016年8月19日に行われた、 決勝では15分34秒97で15位だった。レース後、思い切って飛び出したことに悔いはない。メダルを争う力がないことは悔しい。今後はスピードを磨いて、マラソンにも挑戦したいと記者に語った。2018年9月16日のベルリンマラソンで、上原自身初めてのフルマラソンに挑戦。同マラソンで2時間18分11秒と、 世界女子歴代4位の高タイムで優勝したグラディスチロノラのレース前半から超ハイペースにはついていかず、自ら 5km ラップ17分30秒前後のペースを維持。中間点を1時間13分27秒で通過後、レース後半に入るとネガティブスプリットでペースを上げ、35km 付近で小原玲を逆転。 結果ゴールタイムは2時間25分46秒と女子総合9位、日本人3着と検討した。2019年3月10日の名古屋ウィメンズマラソンに2度目のマラソンに出走。レース序盤から 30km 付近まで戦闘集団に加わる積極性を見せながら走行。30km 地点を過ぎた後で優勝争いからは脱落するも、その後も大きく。 ペースダウンすることなく、初マラソンよりも約1分半更新する、2時間24分19秒で、総合9位、日本人3着に入り、マラソングランドチャンピオンシップ出場権を獲得する。ゴール後の上原は、想定したレースができてよかったと笑顔を浮かべ、山下幸子監督も、実力通りの結果、反応できなかったが、伸び台で言うと一番あると納得のコメントを述べていた。 2019年9月15日に開催された2020年東京五輪選考会のマラソングランドチャンピオンシップ女子マラソンに出場。序盤から 5km ごとのラップが16分台のハイベースについていき、その後は2位グループの集団に加わるも 10km 地点を過ぎた後で完全脱落。15km 過ぎでは後方から野上慶子に追い抜かれて以降、 最下位を走行する苦しいレースとなる。中間点は1時間15分15秒もかかり、それでも上原はゴールを目指してしばらく走り続けてたが、結局 30km 地点を過ぎて途中リタイヤに終わった。2021年6月末に第一生命グループを退社し、7月に鹿児島銀行に入社、陸上部に所属。ありがとうございます。